iPad 開発コンテスト24にエントリーしたチーム3メーターの Help Me Tutor というアプリについて説明します。これは10名くらいが参加するハンズオン研修で、生徒が今やっていることを Chrome エクステンションのアプリでつぶやくことができます。で、先生は座席表とともに各生徒が今やっていることとそれにかかっている時間を iPhone アプリで確認できます。では生徒用の Chrome のエクステンションの説明ですけれども、これで一回退出して、このように部屋の名前と座席番号、それと名前を入力して入室します。そして、このように、今やっていることをつぶやくことができます。で、先生の方はこの Help Me Tutor という iPhone のアプリを起動して、で、まず、座席番号をアップすることができます。で、これは座席の、図、これはこういったなんか手書きのものでもいいですし、これは、iPad のドラフトというアプリなんですけれども、これでこう描いた、簡単に描いた座席の表を、カメラで撮るなり、アプリの写真、フォトギャラリーから、アップするようなイメージです。それではアップロードイメージを押します。そうするとこのように、カメラロールから座席の図をアップすることができます。このように調整して選択。で、こうすると、こう常に、先生は座席の、番号と、生徒のステータスがこうすぐに見られるようになっています。で、生徒のステータスはまず、ルームの ID を入れます。これは先ほど、Chrome のエクステンションから生徒が入れた、ID と一緒のものを入れることによって、その部屋の全生徒のステータスが分かるようになっています。で、生徒がこのタスクにどのぐらい時間がかかっているのかっていうのがこういった形で見えるようになってます。で、これが今までその生徒がつぶやいたタスクの一覧です。で、生徒の方は、何かもう困っている時に先生を呼びたいと、そういう時にはこのヘルプミーボタンを押すことができるようになってます。で、押しますと、先生の iPhone のアプリの方では、このようにヘルプミーの、アイコンが表示されて、この生徒がちょっと困ってるんだなっていうのが分かるようになっています。以上です。